しょうか。はい、私は笠子こと、笠原彩子と申します。笠原彩子なので笠子という名前で、活動しております。今回はですね、どっちのカメラを見るんですかね、こっちを見た方がいいですね。はい、ですね、この、28枚の、SM サイズの小さい絵なんですけれども、月のご神託カード、こっちの方がいいのかな、月のご神託カードというあのカードがありまして、このために描いたイラストなんですけれども、まあ、このカードを作るために描いたイラストというか絵なので、あの今まであまり原画があのなんですか、日の目を見ることがなかったんですね。なので今回ちょっと展示させていただけるということで、あの、まあ、ほぼ初めて外に出たという感じです。なのでカードの場合は、同じ絵なんですけれども、この月のご神託カードといいまして、月の、満ち欠けの28枚で作られているんですね。なので新月から始まって満月になって、また欠けていって新月になるっていう感じになっています。なので、まあ、例えばですけど、これだと新願成就で、大黒様のカードがあるんですけど、これがこのカードです。こんな形でいう感じで月の28枚ありますという感じで、新月から始まってこうなって、まあ、つなって終わるという感じの28枚のイラスト絵になっておりますという感じです。1個ずつ説明してもらって、1個ずつですね。1個ずつですと、そんなに丁寧にやっても大丈夫でしょうか。1個ずつですと、これが一番最初の月なんですけど、これが弥勒ですね。弥勒菩薩、それが、はい、新月、新月というか、そうですね、月齢1なんで、まあ、ほぼ新月です。新月、まあ、でも新月がある意味 ないというか、まあ、月新月ってゼロなんですけど、1っていう感じで月なんで、多分目には見えないです。普通空にある時1の月は見えないです。大体3日間ぐらいから見える。ゼロはこの中にはない。そうですね、ね、実はゼロはあるんですけど、よいしょ、この表紙にあった、今これはこれにもう1個書いたんですけど、これは飾ってないんですけども、新月もうこの時もすごい無茶な注文で、新月って見えないんですよ。なんですけど、見えない月を描いてくださいって言われて、これを描きました。なので、ちょっと黒い月というか、の絵を描きました。なので、これはないんですけど、で、0から1で始まるっていう感じですね。はい。で、まあ、1が、まあ、こう、1、2、3、4っていう感じになっていくんですけど、1が弥勒、2が、薬師如来、で3が、雨の皆かぬし。でもこれはあの、まあ、このテーマは私が考えたわけではなくて、あの西川流行っていうちょっと有名な、まあ、銀座であの何十年占いのやっているって方がいらっしゃるんですけど、その方が、作られたですね、内容は。なのでちょっとなぜこれがこのお月様がこの神様なのかちょっとわからないんですけど、でもその依頼を受けて自分でこの絵を、はい、想像して描いたわけです。そうです、そうです。なんでもなんか例えばですけど、まあ、この例えば、この4番目がアルテミスって書いてあるんですけど、アルテミスっていうのはただ月月齢4アルテミスで、色だけなんか青とか書いてあるんですよ、うん、とか金とか水で、それがこうなったっていう感じで一個一個で、それがどの辺がアルテミス、どうしてアルテミスがそれになったのかな。ああ、でもなんだろう、ちょっとそれこそなんか描いてる時に、うん、なんかちょっと若干降りてきたような感じで、もう本当にもうその場でイメージが湧いてきて、なんか下ろして描いた感じがあるんですね。なのでなんか今思うと、だからまた同じものは描けないし、その時のなんかちょっとなんですかね、なんかフロー状態で描いたので、なぜっていうのはないんですけど、で、まあ、色は一応指定があるんですね、赤とか青とかっていうのだけで、でもこのイメージで描いた感じですね。アルテミスかなみたいな、はい、これが。そうなんです、ね、なぜアルテミスなのかはっていう感じなんですけど、本当にイメージで。で、5番目の赤いのがミカエル。ミカエルは天使ですね。で、6も、天使なんですけど、ガブリエルですね。ガブリエルっていう天使、大天使ですね。で、この緑が弁財天ですね。なんか聞いてると面白いですよね。はい。和洋折衷。そうなんですよ。なんかいろんなね、だからなんでそのね、月のあれが、まあその、
神様だったり天使だったり、あとそのインドの神様もあれば日本の神様もあるので、本当結構ごちゃごちゃなんですけど、その方がそれこそその方も多分降りてきて、この月齢はこの神様とかって多分決めたんだと思うんですけど、私もその理由とかはちょっとわからないんですけど、でこれがゼウスですね。全知全能の神ゼウス。でこれは黒いのが、ちょっと黒はちょっとこの中でも珍しいんですけど、ケツァルコアトプという神様ですね。正徳の神様ですか？これでも多分インドとかそっちの方ですかね、ちょっとわかんないですけど、アステカの神様とか。南米の鳥。そうですね、ケツアルカコカフトっていうアステカの神で、マヤ文明の神様。っていう感じで、全部言っていく感じの方がいいですか？言いたくないんだったら、まあ、そうそう、だから結構な長いので、まあ、あと大きさもいいですよ。そうですね、尺かっこいい。どれが一番ですか？どれが一番ですか？まあ、どれもなかなか好きってあるんですけども、まあ、でも珍しい感じであると、なんかね、この辺はなんか割と金とかも入ってる色合いがあって、なんかそれが。それは何ですか？ですね、これ一番最後の方なんですけど、これがですね、虚空像っていうんですかね、虚空像っていうですね、これなんですけど、中国の虚空だろうね、とは違うか、まあ、宇宙の根源であるっていうとか、ちょっと結構金とかプラチナとかそんなようなのも入ってるので、結構まあキングアップ的なカードで、まあ、そっちのカードこれを引くと結構いいキングアップですよみたいな感じだったりするので、結構人気があったりしますね。結構それ書くのに、はい、これはどこの国とか調べないんですね。その時はもうそうです、まあ、その時はそうですね、あんまり調べないで、結構本当その場のインスピレーションで書いたっていう感じですね。で後から見て、ああそうなんだみたいな。あ、でもそのインスピレーションを受けるのに、これはどこのワードでそのインスピレーションを持ってくるんですか？なんかわ、ほらお題が来るって言ってませんでした？お題が来る、これ色とか。あ、お題は一応書いてあって、うん、神様の名前と色だけは書いてあるんです、うん、例えば赤とかは書いてあるんですけど、うん、でもまあ同じ赤でも、例えばこれも赤だしこれも赤なんですけど、うん、その時になんか浮かんできたっていうか、赤とイメージで書いてあるって感じですかね。その月齢も知らされてる。月齢も違うんです、書いてあります、はい、書いてあって、でもその細、まあ、こういう、まあ、あの本だとこういうふうに結構いろいろ細かく書いてあるんですけど、ここまでは全然細かい説明は全くなくって、ただ本当数字と神様の名前 と、色だけです、ね、単色の色、青赤黄色とか緑とか青緑とかパープルみたいな感じで書いてあったので書いてあった、ね、その占い師の人とは結構付き合いが長いんですか？いやでもそうでもね、多分出会ってから1年後ぐらいとかになんかちょっとご縁があってあのご依頼いただいたっていう感じですかね。なんか普段からこういうそういうなんていうんだろう、神話とかの元にした作品を作って依頼が来たの？いや全然そんなことないです。どういうところか。なんでですかね、なんで来たのか私もちょっとわからないんですけど、まあでもそれこそこういう服とかに絵を描いたりっていうことも実はしていて、うん、なんかそれを見てなんか面白いなと思ってくれたみたい で、うん、でまあ、今ちょっとこれ具体的な天使の絵なんですけど、うん、服にもちょっと抽象っぽい絵を描いてたことがあるんですね。でそしたらそれを見て、いやなんかこういう感じの絵を描いてほしいんだよみたいに言われて、うん、なんかそれはなんか渦巻きみたいな服にいっぱい絵を描いてたんですけど、それを見てなんかっていう感じですかね、注文いただいたっていう感じです、うん、はい。その普段描いてる絵はどういう服が多いんですか、それともこうキャンバス？ああでもね、いつもは普段は割とどちらかというとちょっとキャラクターっぽかったりとかで、今はすごく天使の絵をすごく描いてるんですけど、割とこういう抽象画っぽいのって意外と描いてなかったんですよ今まで。なんですけど今回このご依頼いただいたことで初めて描くことができたっていうところがあるの で、今までこれ普段はこういう抽象画を描かないんですね。あんまり描いてないですね。私その方も多分見たことないというか、まあ、もちろん書いてなかったので見てないのにこれを発注してくれるの面白いですね。そうなんですよ、面白いですね。なんかうちもなんかできたみたいな感じで、私もこの方もすごい喜んでいただいて、こういうのが欲しかったんだよみたいな感じだったので、なんか本当になんかこう、まあ、ある意味そのタイミングというかがあったのかなみたいな感じで、こういうのも本当にこれがこのタイミングがあったんでこれを書かせてもらったって感じです。
普段からずっとこんな感じわけでもないです。あ、そうなんだ。はい。へえ。そうなんですよ。だから自分もなんでこれが書けたのかわかんないですけど。何もわかんない。そうなんです。なんかあれば。いやもう笠原さん、天使がイメージが強かった。あ、そうですね。そう、最近すごくね、天使の絵を描いてることが多くて、なんかこれも服にこう、なんかたまたまこう、この服を多分最初ぐらいに描いてるんですけど、こう羽の服を描いてたら、すごい話をかけられることが多くて、それなんか最近流行ってますよね、なんかね。本当ですか？インスタ映えみたいなね。うん、あ、羽とかよくね、壁とかに描いてるんですよね。そうすると結構話しかけられることがあって、で、その天使の絵描いてくださいっていうことが結構あったりっていうことは結構ありますね、最近。なんで天使に好きなんですか？いや、なんだろう、でもそれも普通になんかすごい具体的な理由があったわけではなく、なんかたまたま背中に羽を描いたら面白いかなと思って描いてたら、すごい声をかけられることがあったりとか、天使の絵を描いてくださいって言われることがすごく発注が多くなって、今はそれでちょっと、じゃあ今度次は天使のカードを自分で天使のカードを作りたいなっていうのがあって、それで今描いてる感じですね。羽が好きなんですかね。羽が好きっていうか、まあ、羽も好きだし、ちょっとなんか飛びたいのはありますかもしれない。なんか昔子供の頃はなんか飛んでた気もするんですけど、ね、最近は飛べないので、ね、飛びたいのかもしれないですね。飛びたいね。宇宙に行きたいみたいなね、うん、宇宙に帰りたいみたいな、ね、なんかみんなうーってうなずかれて宇宙に帰るやつ帰りますね。あ、そうだね、イメージとしても。そうなんですよ。なんかちょっとそれが、まあ、なんか自分で描いてるというか、描かされてる感もあるのかなっていうところはありますね。はい。ねえ、今度は自分で描いてるのみたいですね。うん、あ、描かされてるみたいな。そうですね。まあ、でも割と最近でも天使は好きで描いてるっていうか、でも昔結構、まあ、竜とかも結構描いたりとかもあるんですけど、うん、でも最近なぜか天使なんですよね、今は。そうなんですよ。はい。分かったね。うん、飛びたい、うん、飛びたいね、竜にしても飛ぶよね。あ、飛ぶものが好きなのかな。飛ぶものとか、あとなんだろう、なんか目に見えないものとか、あの実際にないもの、なんだろう、キャラクターっぽいものとかも結構、あのカサコカード、私カサコなんですけど、カサコカードっていうのがあって、そこにもちょっとね、謎のキャラクターがいっぱい出てきたりとかするんですよ、うん、なのでなんかこう普通にあるものを描くんじゃなくて、なんかちょっと未知の生き物だったり動物みたいなものというか、まあ、天使にしても竜にしても実際にね、そこら辺に飛んではいないんですけど、でも誰かみんな知ってるような知らないようなっていうものを書くことが多い。妖怪とかが好き。妖怪とかも好き。そうそうそう、まあ、多分基本妖怪みたいなものだと思います。妖怪だ、はい、妖怪、日本語だって妖怪、はい、日本語だってそうだ空想、空想のものが好きかなっていう感じです。はい、イメージが豊かで、うん、さあ、でさ、これだけ見せられるとさ、すごいじゃん。だから、そんな変なそのリアリティの作品、うんうんうん、これで勝負した方がいいからいいから、うん、いつも何も考えてないから、いちいちね、あの変な、わけのわかんない人に言われるように、うんうん、自分で勝手に書いててさ、うんうん、あんまり付き合わないです、そういう人と。あ、自分の世界に行ったら、なぜかその人のイメージが入ってくると、うんうん、やっかいだよね、うん。だから自分の世界をバーンとぶつけていった方が、うん、あんたらしいな、うんうん、それにそう思った。いや、わざわざ作品だけど、うん、いい作品書いてるからね、うん、はい、でこれでかいの書いてもらう、うん、そうですね、でかい、もうすごいよ、うん、でもそれだけで、あんまりしゃべんない方がいいよ、しゃべんない方がいい、うん、しゃべっちゃうとこう、せっかくのいいイメージがね、うん、だって今まで書いたことない絵をさ、はい、できちゃったすごいじゃない、はい、これだけ、はい、正式に書いてる、切れすぎるよね、うん、でもいいよね。そうですね、ちょっと大きいも描きたいなっていうのは、うん、そうそう、だからこれで描けるんだから、うん、うん、ね、これね、シースプレです。あ、シースって知ってる？わかんない。あ、シースだ、布団のシース、お布団のシース、あ、シーツ、あ、その上で描ける、毎日3分で描いたから、うん、うん、ね、もらってくるから。そうね、なんかこういうね、場所がある大きいのね、うん、もうね、汚してもいいよな、うん、なかなかこうアトリエがあるわけじゃないんです、うん、それこそ家の台所とかで描いてるんですよ、絵を、あのブルーシートっていうのシートのとか引いて描いてるの。中島さんのスウェーデンってレイゼンスって広いのが大体なんか、でもそれは本当憧れですね。そういうのができたら本当夢だなと思うんですけど、かけたらいいなと思います、ね、そういうところって。あと、それこそ絵の具を気にしないで描きたいなってなります、ね、なんか
絵の具も結構高いなとか思っちゃうと、なんかこうなかなか使えなかったりとかもあるので、そういうの気にせずこういう大きいのをわーって描けたらいいなと思う時はありますね。はい、調子にしたら綺麗すぎるよね。綺麗綺麗、うんうん、イメージが出すぎる、うんうん、いいね。なんか今後の展開とかね。今後の展開、今後の展開はそう、生まれも育ちも東京の葛飾区という下町の東京都なんですけど、ちょっと今後っていうか今年多分引っ越す予定があって、なぜか青森に行く予定があるんですね。なので多分そうするとまたその大自然の中というか山だったり、あの大きい空っていうところを見て絵を描いたらまたちょっと違う作品ができるんじゃないかなと思ってるんですよ。それこそ大きい作品とかも描きたいなと思ってるので、なんかちょっと枠にとらわれないような作品ができたらいいなと思ってます。はい、ありがとうございます。